今回はプランクをお腹だけにガツンと効かす方法というのを紹介していきます。たったの5回プランククランチです。今回の動画を最後まで見てもらうことで、プランクをしてもなぜか肩が疲れる、腰が痛い、お腹に効いた感じがしない、そういった方におすすめなやり方が分かってきます。最後までやり方を聞いてもらって一緒に実践していきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、簡単に全身が鍛えられるプランクという種目をお腹だけにね、しっかり効かす方法を紹介していきます。腹筋はどうしても頭を起こすから首が疲れてくる、プランクをしてもどうしてもお腹が下がって腰が痛い、10秒もキープができない、そういった方におすすめなやり方になります。このプランクをしていくことでお腹をへこませる腹横筋、姿勢が悪く腰が反れてしまっている、お腹の出た姿勢になっている方に効果的な腹直筋、その2つが簡単に鍛えることができます。今回はたったの5回です。一緒にやっていってもらえたらと思います。それではやり方を紹介します。通常のプランクというのは、肩の下に肘をついて、足を閉じて、つま先を立てて、体を持ち上げる。これで体の前面、脊柱起立筋というのが鍛えられてきます。これは腹筋と脊柱起立筋のバランスによってはお腹に効く前に腰に来る、そういったパターンがあります。今回はお腹だけに効かす方法になります。うつ伏せの状態から肩の下に肘をつきます。足を閉じます。つま先ではなく足の甲をつけます。ここから体を持ち上げます。そしたら膝を曲げます。こういう感じです。腰を丸めながらお尻を後ろに下げる感じです。そして足の甲と肘で体をこう内側に力を入れる感じです。ここからこういう感じで腰を丸めてぐーとお腹に力を入れて帰ります。これをお尻をしっかり下げて息を吐きながら、下にあるお腹を持ち上げながら5秒間息を吐きます。それで1回です。それを続けて5回ほど一緒にやっていきましょう。足の甲が痛い方はつま先でも OK です。ですが足の甲の方がお腹に効きます。それでは一緒にやっていきましょう。スマホはそばに置いて5回、合図を聞きながら真似してください。それでは行きます。 3,2,1,GO! 息吐いて1,2,3,4,5。 2回目、スタート。 1,2,3,4,5。 3回目、スタート。 1,2,3,4,5。4回目、スタート。1,2,3,4,5。ラスト、スタート。1,2,3,4,5。 OK! 少し特殊なやり方になってしまうんですけども、肘をしっかりついて、足の甲をつけて、腰を丸める。とにかく重力で下に下がってしまうお腹をとにかくへこまして持ち上げる。そうしながら息をふーっと5秒間しっかり吐くということをしていくだけで、立ってる時のお腹のへこみ具合というのが変わってきます。通常のプランクが腰が痛い、そういった方はこのプランククランチがおすすめです。お腹が下になってる状態でお腹を持ち上げておくことができてくると、立っている状態でお腹をへこませるってことがすごく簡単になります。もちろんお腹が下に下がっている方が重たいですから、それが立っている状態っていうのはやはりそこまで重くないので、お腹をへこませる力というのがつけばですね、立っててもお腹がへこませれて、お腹がへこむということは骨盤が立てられて姿勢が良くなって、さらにお腹をへこます姿勢というのが
楽になってきます。とてもメリットがあるエクササイズになります。通常の腹筋やお腹に効くエクササイズやってもなかなかお腹に効かない、そういった方は今回の分をやってみてください。もちろんお腹に効く度合いっていうのはお腹に力を入れる度合いになってくるので、お腹に力が入る人ほどお腹に効きます。お腹の力がない人ほどお腹に力が入らないので、やはり効きが悪くなってしまいます。そこの個人差は少しあるんですけども、もちろん今回のね、しっかりうーっとね、お腹を締めて、お尻を締めて、腰を丸めて、息を吐くっていうのが慣れてくると、本当にたった5回でね、腹筋すごいつきます。そして腹横筋も身についてきます。ですので、いっぱいエクササイズやるのめんどくさいなとか、でもなんかしなきゃな、そう思った時に思い出してやってもらえたらと思います。頑張った方、勉強になった方、グッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS 行ってます。説明欄にリンクを貼ってます。よかったらフォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。